憧れの姫ちゃんに自己紹介。初めまして。ひなちゃん。はい、姫かです。かわいい。帰ってきました。ドンキで結構買ってきたので、うん、一番アゲハのモデルに伊藤ももちゃんっていう子がいるんですけど、ももちゃんが結構ギャルのメイク動画出してるんでももちゃんのメイクを見ながらちょっと参考にしつつバチバチに、うん、つけまとかも結構バサバサのかったんで、ね、これでちょっとギャルになってもらうかなと思います、はい、お願いします。ギャルメイクは一回でもしたことあるんだもんね。いやでもギャルを知らないままやったから。なるほどね。そうそうそう、なんかももちゃんのももちゃんでいいのかな、うちはのオレンジメイクがねすごい可愛くて、夏メイク鉄板最強オレンジメイクでこの夏は私モテちゃいますってやつを、これをファンデーションはマットの方がいいと聞いたので、はい、PG クッションファンデマット01番のライトを使います。ちょっとももちゃんがマットかわからないんだけど、うん、ギャルってちょっとマットを使うかなっていうので、めっちゃツヤよりかは編集中今パジャマ買ったんで企画に集中しろよ小走りちゃんに今回オファー、姫ちゃんとの企画でまずオファーして心よく受けてくれたって話は、まあ、姫ちゃんとの方の動画でもしたんですけど、うんうん、この企画もなんか時間が本当に夜撮影だからあるねってなって急遽見てわかると思うんですけどスタジオも何もないただのホテルで、うんうん、いいねやってみたいって言ってくれるっていう。そう、あんまギャルメイクってその普段やっぱしなくて、ギャルメイクを普段見てきてる百瀬ちゃんが今いるしやってみたいなと思って。はいはいはい、なんて言うんだろう、簡単なんですよねあ、 ある意味アゲハの企画とかも全部一緒にやってほしいって言ったら全部 OK してくれる楽しそうなことはしていきたいあ、していきたい、積極的に、うん、そう。ギャルになりたいと思ったことは一時期ある。へえ、やっぱそれこそ高校卒業したあたりになってみたいなとか思ったけど、結構難しいじゃんギャルメイクって、意外と濃ければいいわけじゃないからさ、うんうんうん、難しくて断念しちゃった。お、いい感じなのでは、肌はまだ全然小走りさんですね、うん、ですね。あ、カラコンね、先入れる。あ、そうね、カラコンも買ったんだよね。そう、普段本当に買わないやつをね買ったんですよ。エッグのゆうちゃめちゃんの出してる、うん、ラグジュアリーバンデ ーいつも着色直径が 12.8 とかの、でも今回これは 13.8 で 14.5 だ、うん。ギャル、ちなみに私の中ではカラコンは大きいっていうやっぱ印象があるんで、うん、ももちゃんとかもねプロデュースしてるやつもやっぱだいぶ大きいし、うん、多分大きいカラコン使ってると思いますよギャルは。確かになんかイメージある、うん、ギャルって大きいカラコンつけても目が大きいんだよね。やばでかえ、でもギャルになるよ多分。おーすごい、はい、多分結構涙袋と目尻が重要だったような気がしますよ。うん、濃い色から塗っていく感じかな。ももちゃんを参考にした小走り流ギャルメイクってことですね。だね。ラメを塗る。で、結構まぶた全体に塗っていく。でもだいぶいい感じですよ。ね。目尻にも、それはももちゃんポイントですね。うん、3分の1に幅変えるってなるともっとでいいのかな。でもメイクでこんなに目ってでかくなるのね。本当にナチュラルメイクしかしてこなかったから、あれじゃない、じゃない、一旦後で付け足しもできるからね、うんうんうん、でももうちょっとやっぱラメか、ベイジークの07番の上のラメ、まだナチュギャルぐらいですね。ナチュギャルぐらい。水で貼るタイプのアイテム。ちょっと水入れてくる。あるタイプとかあるの。そう、これ一番バレない。あ、使う時あるんだ。うん、なんかうちもともとやっぱ一重で癖ついて二重になってる
ていうか、なんかまあ線がただついてるだけの二重だからいいじゃんじゃない。ヘビロテ安定だね。ローズシャドウはもうがっつりだね、濃すぎないかな。いや、そんぐらいだよ、ガチガチ。ハイライトで余計鼻筋を際立てたらいいのかも。なるほど。これはね、ぴょなちゃんがおすすめしてくれたやつです。お、ディオールのハイライトパレット、結構テカらせていいと思う。あ、アイラインいいと思う。これはディオールのお姉さんがここからここを入れといて、すごい。今話題のマスカラ、なんかめちゃくちゃ伸びるし落ちないって。へえ。デコラティブとダイヤモンドラッシュ。大丈夫そう。一回一回大丈夫そう。テストね、テスト。やばいよね。あ、でも。やばばん。なってない、なってない。ああ。よくない？いい？うん。で、目尻とかにさ、タバカン出したら。ギャルすぎん？これだけにしたバージョンもやってみてもいいけど。あ、ダイヤモンドラッシュで。こっちにとった方がいいか。あ、でもそっちもいいか。でもなんかナチュラルなんだけど、ナチュラルかな、まあ、こっちに比べればね。右の方がいいんじゃないかな。やるか。あ、ついてた、こっち。あ、ほんとだ。ついてる、ついてる。やっぱなんか上だけだとちょっと不自然だけどさ、うん、下までつけると結構自然じゃない。確かに、いい感じ。うん。ソナエクセルリップベルベティスト LV02 番。今のと変わらない。あんまり、あ、でもマットだから。マットにね、チークオレンジ系で入れるね。うん。かわいい。動かして、丸すぎた。ちょっと動かして。ちょっと見えなくて丸すぎた。あと髪でもう終わりかな。うん。メイクが一旦完成したのでヘアセットしていきます。ということで今から姫ちゃんと待ち合わせしてるところに向かっていきたいと思います。姫ちゃんには LINE で大阪の子で新しくハゲハに入ってもらう。モデルの子がいて、ちょっとキャバクラをやりたい、今やってないけどやりたいって話だから、ちょっと一回会ってみてほしいって言ってて、初対面になるから動画も一応回すみたいな、ちょっと無理やり絶対作って話してあるんで、じゃあ早速行ってきまーす。行きまーす。ひめちゃんです。はい、マジ憧れのひめちゃんに自己紹介。はじめまして、ひなちゃん。かわいい、ギャルめっちゃ。へぇー、あやはのギャルの中でも白ギャル、うん、控えめ。りなちゃん、りなちゃん、よろしくお願いします。え、もう何も気づかないですか。何だ。ちょっとちょっと自己紹介改めてお願いしていいですか。マシです。時間あったからギャルメイクするなら、せっかくだったら姫ちゃんにこれで会いに行ってみようって言って。唯一も分からんわ。嘘。え、何回も会ってる子やったらさ、うんうん、編集する。昨日全然顔見せてくれへんから。そう、ずっとキャラキャラしてたから。あ、マシルちゃんやらないよ。こんな成功すると思ってなかった。嘘、こんな成功すると思ってなかった。トイちゃん、小マシルちゃんらしい。そう、やばくない。やばくない。姫とドイちゃんキョドキョドしてさ、そう、突然すぎないみたいになっちゃって、ごめんねとか言って騙せました。
ちょっと突然なのは申し訳ない。前髪とかも違うやな。あ、そうそう、かき上げ系にして。全然分からへん。やったー、マジ嬉しい。めっちゃ似合うやん。レジでコスプロったんかな。ラルツができたの。突如企画をちょっとやってみました。なるほどね、ありがとうございます。めっちゃ怖いやん、これ。ありがとうございます。